壮大な火の芸術は私たちに感動を与えてくれます。しかし2020年は新型コロナウイルスの影響で全国的に花火大会が中止となりました。須賀川市にある糸井火口、県内外の花火大会から声がかかる老舗の花火工房です。創業およそ150年になるこちらの会社でも花火大会の相次ぐ中止は大きな打撃となりました。そうですね、やっぱりコロナがあって、正直花火業界日本全国で、今9割減って言われている状況です。1年経って、もちろんこれからすぐにまだ回復はしないでしょうけども、ただ、花火の持っている力っていうのは、やっぱりとても魅力があるものだと思うので、今我慢の時だと思いますけども、皆さんに感動していただける花火を、打ち上げていきたいなと思います。2020年年末、糸井火口は花火打ち上げの準備に活気づいていました。あるプロジェクトが決まり、全国の花火業者の花火を福島県で打ち上げることになったのです。そもそも、花火のお仕事でお付き合いのあった方たちが、花火業界がすごく大変だよねっていうことの中で、僕たちが、花火大会開くから、一緒にやろうっていう形で、そういった形で花火大会は始まりました。まあ、いろんな業界が大変な中で、結局花火が好きな人たちが花火業界を見てくれてるっていうことは、私たちもやっぱり頑張らなくちゃならないなとやっぱり思わされましたね。12月30日、糸井火口のスタッフと仲間の花火業者の姿が南相馬市にありました。糸井さんは仲間に声をかけ、全国20カ所の業者の花火を集めました。今回の資金は花火好きの方がお金を出し合ったクラウドファンディングによって調達されたのです。多くの方の支えを受けての花火打ち上げ、糸井さんの心にはさまざまな思いがありました。まあ、もちろん花火の業界の大変さを訴えるのもそうですけども、コロナの収束祈願 と、それとあと来年震災10年ということなので、その辺の意味合いはありますね。午後6時、花火の打ち上げが始まりました。たくさんの方々の思いがこもった花火が南相馬の空に大輪の花を咲かせます。こんなにやっぱりこの今の危機的な状況の時こそ、そうやって感動して涙を流して見てくれる人がたくさんいるっていうのは、花火の力っていうのは自分でも気づいてなかったですけども、改めてすごいなって単純に思いましたね。花火で日本を笑顔に、世界を笑顔に。須賀川市の春を彩るツツジの花。こちらは個人の庭園を公開している大寒原ツツジ園です。ツツジとの関わりは古く、およそ600年前まで遡ります。まあ、会津藩とか江戸に行き来するときに休憩場所となっておりまして、江戸のお土産ということでツツジを数本いただいたのがツツジ園の始まりになります。ツツジの方はですね、花が咲いた後の3ヶ月から4ヶ月が手入れの勝負なので、来年のために仕事をしているときはなかなか見てもらえないとか認められないんですけども、綺麗に咲いたときはそれが報われますね。長男の優斗さんは東京農業大学に通う学生です。将来ツツジ園を継ぐことを決めています。でもよく友達とここで遊んで鬼ごっこしたりして、なんかすごく自分としては誇らしい、すごい好きな場所でしたね。一番そんなツツジを愛する優斗さんは
被災地である富岡町の復興を目指す NPO のプロジェクトに参加しています。町の復興にツツジを利用できると考えたのです。大学生になった時にやっぱり復興の何かお手伝いをさせていただきたいってお話した時に、やっぱりツツジで何か起こそうってことで、アイデアが生まれて、それを形にできたっていう流れですね。桜で有名な富岡町は、夜の森駅のホームからツツジの花が見られるなど、ツツジの町としても知られていました。そんなツツジを多くの町民の手を借りて育て、復興のシンボルにしたいと考えたのです。富岡町はツツジで有名なので、そのツツジをみんなで増やしていこうということで、富岡第二中学校からツツジを採取して、その採取したものを、住民の方と一緒に挿し木という方法で、1年間にわたり増やしていくっていう計画になります。現在富岡第二中学校は廃校となりましたが、ここから採取したツツジは将来町いっぱいに咲き誇ります。みんなここで里親になってツツジを育てたんだよっていう思いであったりというか、その誇りであったり、そういうものをいろんな場所に植えることによって、やっぱり本当に強い思いで、子供をここ育てる思いで、やっぱり歩いてるだけで楽しいだったりとか、そういうのがすごく僕は理想ですね。そんな皆さんの活動をツツジのプロである大寒原ツツジ園は応援しています。富岡のものを富岡の人たちの手で増やして、それが成功すれば富岡のため、被災地のためですね、になるかと思い、とても素晴らしいアイデアなのかなと思います。2020年は新型コロナウイルスの影響でワークショップなどが中止になりました。しかし皆さんは歩みを止めません。ツツジもやっぱり生き物ですから、その行動を止めたりとか、何かこう動きをやめてしまったら、やっぱりツツジも枯れてしまうので、そこの部分でやっぱりコロナと植物がどうやっていかに生存していくかということを考えるのがすごく難しかったですね。もっともっとツツジで多くの人を笑顔にしていた、たくさんツツジを咲かして、富岡町がやっぱり笑顔とツツジの数がやっぱり合うような感じで増やしていきたいなと思いますね。日本一のツツジ園、ツツジで福島のみんなを笑顔にさせる。